ひえんよ。早口言葉にしよう。言えたらかっこいい早口言葉ってあるのがあるらしい。ラバかロバかロバかラバかわからないので、あ、これは言ったことがあるね。ブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブガムブグバグカエルピョコピョコムピョコピョコあミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコみたいな感じですね。ブグバグブグバグミブグガバグ合わせてブグバグムブブガブ。ブグバグブグバグミ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 ブグバグ合わせてブグバグムブグバグブグバグブグバグミブブガブブグバグブグブグバグブブガブブガブブグブグバグブブガブミブグバグ合わせてブグバグミブグバグブグバグブブグミブブガブブグバグブブグブグバグブブグバグミブブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブブガブムブグバグブグバグブブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブブバブ。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ。シックススシックシックスシックススシシープスシックシープスシック、うん、最後いきます。ブグバグブグバグミブグアグ合わせてブグバグムブグバグ。ありがとうございました。それではまた明日。
はよう。ねえ、暑いね。もう梅雨が明けたからね。どんな学力調査なのか気になる方はナビのレーンまでお越しください。ナビの学力をみんなが調査するのか、それとも私がみんなに学力の調査をするのか、東大王の問題とかも出ちゃうかも知らなかったり、水泳問題もなかったり、ナビの話し会に来てくださったら分かりますよ。どんな、どういうこと学力調査ってって思った方は、おはよう。いつの時の数学のテストが8点だったの？とりあえずそんな毎日全時間プレゼントあるし、ね、当たったらね景品とかもあったりするし、全時間違う企画だったりするので1枚ずつナプちゃんの話し会にお申し込みすることがおすすめとなっております。だから後悔するよって言いました。1枚ずつはナプちゃんの話し会に全時間 3、4時間目、次の日の 3、4時間目で申し込みいただいたらプレゼントありだから皆さんもらえる確率さあるよっていう、うん、
だから今申し込んでほしいかなと思います。まだ申し込みじゃない方とか。当たりの数、ああ、みんなの学力とかね、が低いと余るんじゃない？きっと。余らさないように気をつけてね。タイの暑い季節はとても暑いからです。急ですね。熱中症の症状にはついてはよくわかりました。はあ。暑いのに汗が出ない場合は危険です。または頭痛、それは熱中症に苦しんでいる場所です。まあね、そういうね体質もあったりもするので出なかったりもするかもしれませんが、ちょっと危険ですよね。中に熱をこもってしまったりとかそういうのがあるので、うん、あとね暑い中にいて頭がクラクラする、まあ眼球になっちゃった、そういう場合はね本当に大変どころかやばいですね。おしねね、そんなのアピール学力低くないぞ。アリコさんです。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時に雨も降って涙も増えるけど思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人ありがとう。何いつやあ
キーボードさんありがとうございます。エビシエチさんありがとう。セブンハイピさんありがとうございます。エスメリーさんありがとう。エビシエチさんありがとうございます。ホーデンスウラブさんありがとう。セブンナカちゃんありがとうございます。エリカです。ホーデンさん